夢ラジオです。今日は令和5年3月5日日曜日です。時刻は正午を回ったところ、横浜港北は朝方曇ったお天気がお昼になってお日様が見えるようになってきました。嬉しいですね。さて、春の日の日曜日、今回は田中一平先生に北条時宗、語っていただくことになりました。一平先生、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さて、北条時宗といえば、八代執権ということで、鎌倉時代。そして昨年の鎌倉殿の13人でも、さすがに時宗までは手が回らなかった。ということで、今回、時宗に焦点を当てたいと思います。今を去ること23年ぐらい前、実は大河ドラマで、泉元彌さんが北条時宗をやっていました。もうあれもなんか随分昔のように思えてきますね。うん、ありましたね。見はてましい。た。はい。渡辺謙が北条時頼をやっていたんですが。お兄さんの北条時助を渡部篤郎だったかな。はい、違ったそうかな。ですね。そうですね。で、なんだっけ、時宗の奥さんを西田ひかるがやってたのかそうです。な。浅野温子がお母さんでしたっけね。確か。そんな感じでしたね。浅野温子が三浦の出だっていうのがひどくあのドラマでは強調されていたんですが、そうだったんでしょうか。あれは創作なんだな。で、その三浦一族を滅ぼされてしまったって言って、時折に対して、いつもなんていうか、浅野温子が突っかかって、で、渡辺謙もどうしようこれとかって思いながら、正室だからなんか何とかしないとっていう、そういうなんかドラマがあって、けれど最後に北条時より渡辺謙が亡くなる時には、その喧嘩ばっかりしていた敦子が本当は愛していたみたいな、うん、そういうそうこですとをね。言い始めるっていう。はい。三浦の娘ではないんですけど。ああ、そうですか。はい。まあ、ちょっとそこら辺の話もしましょただ、時折が、三浦を滅ぼしたのも間違いないんですよね。う。時折は三浦を滅ぼしたことは間違いないですね。はい。王子合戦っていうやつですね。ね。はい。では、先生、今日は北条時宗ということなんですけど、なんか、このイントロダクションでもって、もう北条時折の話になっておりますから、その父親の北条時折がどういう人物であったのかっていう、そこら辺から話を起こしてみたいと思います。鎌倉の鶴岡八幡宮のもうちょっと北のところに建長寺というお寺があるんですが、建長寺を建てたのも北条時折だそうですね。そうですね。はい。北条時織はですね、去年の大河ドラマの、鎌倉殿の13人で、坂口健太郎さんが演じた北条泰時ですはい。ね。まあ、あれの孫にあたる人物です。泰時の孫に当たるわけですそうなね。んですね。泰時にはですね、子供が2人いたんですけれども、その子供2人がですね、泰時よりも先に亡くなるという、ちょっと家庭的には泰時は不幸だった人なんですけど、で、上の方の時氏という子供の、まあ、さらに子供が、まあ、時をいたっていうことになりますね。ってことは、泰時、時氏、時よりっていうふうに、とりあえず続いてはいるわけですね、こそうれ。ですね。一番もちろんつながってるんですけども、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、祖父から、ちなみに、まあ、時よりのお兄さんに常時という人物がいて、これが四代執権なんで、まあ、一応その常時が、この人も若死にしてしまうんですよ。で、その常時の弟ってことで、まあ、権力を継承するっていう形になる。すると真ん中に入った時氏さんは、執権をやってないんでしょうか。時氏さんはやってないです。執権やってないですね。もう泰時が亡くなる前に病気で亡くなってるんで。はい。で、その泰時から見て、孫2人の常時、時よりどっちもが4代目、5代目の執権という、こういう形になってくるわけですね。そうですね。はい。そして、ちょうど去年の大河でも、後半で描かれていた、泰時の弟さんにいろいろややこしいものがいたと思うんですが。はい。まあだから、その時折に関して言うと、まずは彼、権力を継承した時が19歳なんで、まあ結局やっぱその一門で、まあいろいろ言ってくるやつがいるわけですよね。なんであんなやつを、まああんなやつよっていうのは、なんですかね、年齢的に、まあ要は幼いやつを、執権にするんだと。で、まあ、それから、まあ今日これテーマの一つになるんですけど、北条時折って、北条泰時の孫なんで、北条義時、
まあ、大河だと小栗旬が演じた主人公ですけど、あれから見るとひ孫に当たるわけでそうす。ですね。で、北条氏っていうのはですね、承久の乱以降は、やっぱりその義時を基準に考えるんですよ。要はその承久の乱を勝利に導いた義時から見て、例えば自分は孫だとか、自分は子供だとか、まあそういうのが一つポイントになってくるんですよ。で、この北総という言い方をするのも時折あたりからでしょうか、それとそもうです泰ね。時、はい。時折からですね。で、まあ時ね、折、ここら辺の話をちょっとしましょう。はい。北で、条義時が、はい。まあ、いや、時折が、ね、執権を継承して、これに一番反発したのがですね、去年の大河ドラマの鎌倉殿の13人で、北条朝時という、朝に時と書いて、朝時ですかね、朝時って読むんですけども、この人の、子供にあたる人がいるんですね。で、それが光時って言うんです。光る時と書いて光時。この友時さん言うたら、小栗旬に怒られてた人ですよね。あ、そうです、そうです。女の子にちょっかい出して、怒られて。で、けど、泰時がすごいかばって。で、和田合戦の時も、逃げ出したりした、戦いの途中でなんか隠れちゃったりして逃げ出したのを、まあ、泰時が優しいからこうかばって、みたいな。で、あと一番多分、どうなんでしょう。リスナーの方で、その鎌倉殿13人見てて印象あるのは、多分、その承久の乱の時の、なんか作戦会議の時に、山本耕史さん演じる、その三浦義村が、なんかいろいろごちゃごちゃ言ってるのに対して、うるせえじじいって何回か言ったのが、あれ、友時なんですね。ありがとう時でしたか。そうそうそう。で、あれが、要は泰時の直の弟なんですよ。すぐ下の弟なんですけど、で、この友時っていうのは、義時の子供じゃないですか。で、光時っていう、その友時に子供がいるんですけど、この光時っていうのが、義時の孫なんですよ。で、一方、五代執権就任した北条時頼は、義時から見るとひ孫なわけですよね。ってことは、一世代分、光時さんの方が、なんか上になりそうですね。一そう世で代すよ。分というか、なんか親の年齢かなみたいな気がするんですが。そう。だから当然時よりも、まあ年齢はちょっと上ってことになるんですけど、で、この光時は自分は義時の孫だ。で、時頼は義時のひ孫である。だから自分の方が執権にふさわしいっていうようなことを言うんです。で、時折からすると、このめんどくさい親戚を何とかするところから話が始まるわけです。うん、簡単に言うと。しかも、その泰時そのものの、母親の出自が今一つ不明で、はい。昨年の大河では、八重姫ってことに無理やりなってましたが、あれはい。もどうか分からず、わからないです。一方、友時はというと、この友時さんは、比企の娘ですね。比企の可愛い女の子やってましたよゆね。ひなさんでしたっけね。あ、はい。なんかね、はい。二人目の奥さんでしたね。堀田真由さんだったかな、やったのは。あ、そうだ、堀田真由だ。はい。だなんとなく、そのこっちの方が地質的にもいいんだよみたいなことは、友時、光時はどことなく思ってた節がありますよね。あ、そうですね。思ってたと思います。はい。そして、以前の一平先生のレクチャーでは、じゃあ、友時でなく泰時になったのは、北条政子のやっぱ推薦があったからっていう、そういうことだったんですが。そうですね。政子の指名っていうのは、まあ、大きいですね。まあ、政子の、やっぱ指名はもう幕府の指名ってことになるんで。はい。そして、それから時が経ち、そして時頼の時代になって、時頼が五代目お前だと、言われたときに、やっぱその自分にとってのおじさんみたいな、年齢の光時さんがやたらいろいろ言ってくるという、そういう状況、時よりはまずこれをなんとかしなきゃいけなかった、こうですね。はい。で、まあ、さらに申し上げると、これは去年の鎌倉殿の13人でも描かれてたんですが、実朝が殺された後ですね、鎌倉幕府の将軍は、御設計の九条家から藤原の頼経という人物をこう迎えます。ミトラで、ですよね。はい。で、あれ2歳で連れてくるから、まあ、義時とか、まあ、当然泰時の頃には話題にならないわけですよね。ところが、まあ当然この時頼の時代になると、その九条頼経っていうのが、まあもう年齢が当然、時頼もよりも上なんですよ。で、そうすると、まあ要は、将軍だけどお飾りだよね。
っていう状態に、九条頼経はやっぱり不満を持つわけですよね。で、当然、じゃあその実権を握っているのは執権ということになるから、その執権時頼と将軍九条頼経、そして一門の北条光時、ここが対立するっていう感じになるんですね。ってことは、その光時さんはなんか九条頼経の方にすり寄っていきそうな気がするんですが。そうそうです。で、そのすり寄っていく、で、まあ仲間を増やそうとする中に、三浦義村の長男である三浦安村率いる、まあその三浦氏ですね。まあ要は山本耕史さんの、まあ子供たち。これが、まあ簡単に言えば巻き込まれていくっていう感じです。で、以前も EP 先生からお話聞いたことあるんですが、この三浦安村さんはあまり、この北条特捜家と戦うっていうか、盾つくっていうのは乗り気じゃなかったようですね。そうですね。三浦安村自身が、お母さんが、まあ、要は北条氏の人物なんで、まあ、そうすると、なんて言うんでしょう。まあ、別にそんなね、戦う必要性みたいなものもないんで、はい。ところが、この弟の光村が、兄貴何やってんだ、今こそ北条を倒す時だろうみたいな感じで、なんか、やいのやいのと言っていたという、そんなことも聞いたんですが。そうですね。まあ、だから、このみ、まあ、ちなみに、この三村、まあそうですね、三村が、まあそういうふうに主導して、結局、反執権っていうふうになったっていうことがよく言われますけど。では先生、いよいよその時折の時代なんですけど、これは宮騒動および法事合戦と呼ばれる、こういうお話ですよね。そうですね、まずだからその宮騒動で、九条頼経を京都に追放。で、それから、その、北条光時ですね。名越光時を、まあ、屈服させると。で、その直後に、北条合戦で、三浦安村一門を滅ぼすという。まあ、だから、これは、時折がですね、権力を継承した直後に行われた、まあ、一連の戦争っていうふうに理解してもらえばいいと思う。鮮やかなお手並みじゃないですか、時折そう、さだから、19歳だと思って舐めてたら結構痛い目見たって感じですよね。ん。そして、さっき話に出た、二十数年前の大河ドラマでは、その三浦の出である浅野温子さんが、この時のことを恨んでいるという、こういう設定なんでしょうか。そうですね。じゃあそこら辺のちょっと話をしますと、あれはですね、実はその、大河ドラマ、北条時宗の創作なんですね。で、創作っていうのはどういうことかというと、時折はですね、奥さんが二人いるんですよ。で、最初の奥さんが、毛利末光っていう、これ、大江広元の息子に当たるんですけども、毛利末光言うたら、なんか、前、毛利のお話していただいたときに出てきたような気がすそうるんです、でそすうが。です、そうです。大江広元の四男です。厚木あたりの、厚木の将かあ、なんそかうです、の。そうです。よく覚えてらっしゃる。さすがですね。はい、そうです、そうです。相模国の、その厚木のあたりに毛利っていう地名があるんですよ。で、ここを、その大江広元が、まあ、御家人として、こう、恩賞を与えられていて、で、それを、まあ、その四男で、なんですけど、毛利末光っていうのが、まあ、その継承してたんですね。で、その毛利清水さんの娘さん。そう。で、この毛利末光の娘っていうのが時折の正室なんです。最初に。ところが、この毛利末光っていうのが、北条合戦で三浦方につくんですよ。三浦についた。はい。で、離縁させられるんです。離縁。で、離縁させられた後、北条重時っていう、またこれは北条氏一門の、義時の子供なんですけど、だからつまり泰時の弟ですね。その友時とかと一緒に重時っていうのがいるんですけど、その重時の娘を正室として一応迎える。で、この重時の娘が、まあ一応、笠井殿っていう名前が残ってるんですけど、この人が北条時宗のお母さん。じゃあ、あれ、全く浅野温子さんは創作だったわけですね、あれ。そうなんです。で、一応その当時の、北条時宗が行ったのはもう多分、いつ頃でしたっけね。多分僕、高校生とか中学生ぐらい。2000年ですよ、言ったそうでの。すよね。多分そんなもんだと思うんですけど、その頃ですね、毛利末光の娘が時宗を産んだんだっていう説もあったんです。で、一方で、その北条重時の娘っていうのが時宗のお母さんなんじゃないかっていう説もあったんです。火災のですね。そうそう、火災のほら。で、大河ドラマはどういう設定にしたかっていうと、
毛利末光の娘が重時の養女として時頼に嫁ぐっていう設定にしてたと思うんです。僕の記憶が正しければ。はい。で、それが浅野敦子です。じゃあ、浅野篤は三浦三浦って言ってたらあれなんなんでしょうね。だから、毛利末光っていうのが結局、その三浦方についたから、ってことです。そういうことか。そうそうそう。ってことは、大河ドラマなりに創作って言いながら、まあ、考えてはいるわけですね。毛利末光の娘さんが重時の養女になって、だからさっきの葛西殿になっちゃってるっていう、そういうことなんですね。で、さらに言うと、その毛利末光っていうのは、奥さんが三浦義村の娘なんですよ。つまり、鎌倉殿の13人の山本浩二さんの娘が、いわゆる毛利末光の妻なんです。ちょっと安村とか三村のなんか妹か姉かに当たるってことそうですです。っね。てことは、まあ、その、時宗でいう浅野温子さん、つまり、最初の時頼の奥さんは、お母さんが三浦なんです。ってことはやっぱ三浦の人っちゃ三浦のそう、だ人からなん三ですね。浦の人じゃ三浦の人なんですよ。だから、その、いわゆる毛利末光は三浦につくし、結局、その三浦を時折が滅ぼしたことに対して、まあだから浅野温子さんがぶつくさ言うのは当然なんです。分かってきました。はい。そして、鮮やかにその政敵を打ち倒した北条時織さんなんですが、さっき話に出た、まあ、とりあえず葛西殿の父上である北条重時さんですよね。はい、そうですね。要はい。するに泰時友時の弟さん。はい。そしてもう一人、なんか北条政村という、これまたややこしい人がいると思うんですが。で、じゃあ、順に解説をしますと、北条重時はですね、去年の鎌倉殿の13人で言うと、ひなさんですね、堀田真由さんが演じたひなさんの、お子さんの一人です。ですので、その友時と、まあ、一応、同じお母さんの兄弟っていう感じになります。あんまりなんか、大河ドラマの中では、まあ、出てきてましたけどね、重時は。けど、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、なんか、言い方良くないですけど、ちょっと継いで、みたいな感じで出てきた感じが否めないですけど、一方で、その、北条政村ですね。で、あれは、まあ、菊池凛子さん演じる、その、義時の、まあ、なんですかね、後妻って言ったらいいんですかね。まあ、その、ひなと離縁。まあ、ひなと離縁するのは結局、ひなが比企の出身だからってことになるんですけど、で、その、ひなを離縁した後に迎えた後妻。これが、まあ、要は、産んだ、長男ですね。まあ、だから、義時とその菊池凛子さん演じる、まあ、その、のえって名前でしたけど、それとの間に生まれた、まあ、男の子の一番上が政村ですね。で、この政村を溺愛する描写がなんか割と描かれてたんですが、昨まあ、年。そうですね。まあ、なんかその大河ドラマだと、その北条政村っていうのを、まあ、跡継ぎにしたいっていうような、まあ、意向を、まあ、その、菊池凛子さん演じる野枝が、まあ、その、やってて、まあ、てか、それがなんかちょっと目的で結婚したみたいなところも、なんかまあね、あったような描き方だったんですけど、で、これはですね、実はその、北条義時が亡くなった後に、実際にちょっとなんか怪しい動きっていうのがあって、まあ、これは多分前、対談した時にもお話ししたと思うんですけど、伊賀氏の変っていう。まあ、要は、義時が亡くなった後に、まあ、その、泰時が後を継ぐっていうことが自明じゃなかった。で、それは、泰時のお母さんが、まあ、ちょっと血筋的にどうなんだっていうところもあったんで、まあ、その、伊賀氏ですね。つまり、その、菊池凛子さんが、まあ、簡単に言うと、自分の息子である政村を執権にしようとしたと。で、しかも、それに、山本浩二さん演じる三浦義村を味方に引き入れて、みたいな、これ実際に動きがあったんです。で、ところが、これは北条政子が、まあ、すぐに動く形で、三浦義村を、お前、泰時の味方だよな、みたいな形で、こう、味方に引き入れて、結局、伊賀氏を処罰する形で話が終わってるんですね。凛子さんも最後は不遇だったでしょうか。そうですね。これはすぐなくなります。はい。はい。なんか、ずいぶん、なんか、なんか、せこい女みたいな感じで描かれていました。そうですね。まあなんか、なんていうんですかね、その、新最初垣は結衣さん義演時にじ対る。して、義時様みたいな感じで近づいてるくせに、あんな辛気臭いの大嫌いだわとかなんとかって言ってるっていう。ただなんか新垣結衣さん演じる八重と、まあその堀田真由さん演じる雛との比較で、まあなんかその、なんですかね、菊池凛子さん演じる野枝は、まあなんていうか、その前の二人に比べると心はまあ通じてない。で、まあ、なんだろう、それは、
あれですよね。結局、義時がその権力への道を、まあ、上り詰めていくっていう過程で、まあ、なかなかその、なんていうか、家のことを顧みる余裕は、まあ、なくなってる。まあ、だから逆に言えば、その、八重とかの頃は、まあ、別にあんまり権力には興味がないみたいな感じだったじゃないですか。どっちかというと、そういうめんどくさいことから距離を置きたいな、みたいな感じだったし、まあ、その、なんか、ヒナの頃は、まあ、さすがにそうは言っても、まあ、いろいろ彼は関わっていかなきゃいけないってなるけど、まあ、その、なんだろう、北条とその比企のなんかね、関係を良くするためにもその飛騨を妻に迎えようみたいなところがまああったんだけど、まあ、なんですか、野枝の場合は結局、義時がもう執権だからね、要は権力握ってる状態だから、まあ、身の回りの世話をしてくれる女性をっていうような感じでしたもんね。だから、なんていうんですかね、義時の側にあんまりその野枝に対する配慮みたいなのもなかったし、でまあ、その野枝なんかもまあ、まあ今、おっしゃいましたけど、そういうような、まあ、打算的な感じで近づいてってっていう感じですよね。なんか二階堂の親父がなんか後ろから煽ってましたよね。そうですね。頑張れ頑張れみたいな感じで言ってましたけどね。はい。まあ、意外とああいう描写は、なんかね、正しかったのかなとかって思いますけどね。まあ、あんどころの執事、あの、長官かの一人だった二階堂幸政の娘ですけどね。その二階堂って、まあ、ああいうドラマで出てこないんだけど、それはちらっとでも出てきたっていう点でも、去年の大河ドラマは見どころのあるものでしたそうよそうね。です。うん。あとはもう、伊賀光末とかを本当はもうちょっと描写してくれると最高だったんですけど、まあ、さすがにそこはもう手に余るって感じだったんだと思います。はい。やがて、そのような、時頼さんなんですけど、重時さんはその後もいるわけですよね。そうですね。はい。政村さんもいるわけですよね。うん。法事合戦が終わった後でも。そうですね。で、ここら辺がちょっとよく分かってなくて、まあ、重時に関しては別に、なんだろう、泰時に対して反抗的でもなかったんで、まあ、別にお兄さんの尊時が処罰されたから重時も処罰されるみたいなことはなかったんですけど、政村に関してはこう処罰されなかったんですよ。で、これをよくその泰時の美談みたいな形で取り上げるんですね、吾妻鏡は。要はその弟に対して優しい泰時。で、まあ、これはもうその吾妻鏡っていう鎌倉幕府が作った歴史書の性格をきちんと、まあ、掴むことが大事なんですけど、この吾妻鏡っていうのはですね、基本的に主人公が3人いるんですね。頼朝。そうです。それから政子で泰時なんです。頼朝、政子、泰時。だから去年の鎌倉殿の13人が、まあ、結局その、まあ、泰時のことを太郎ってみんな呼んでましたけど、その義時なんかも、いや、太郎が最後の希望なんだ、みたいな、こう、言い方をして、まあ、その自分が、まあ、その全部罪背負って地獄に落ちて、で、太郎にはうまくやってもらうっていう、こう、描き方してましたけど、あれはね、吾妻鏡しかないんです。最後は北条政子のうん。涙で終わるという、そう。まあ、なかなんなともか言えない衝エン撃ディン的グなで終わしりでした。たよね。うん。なんか、三谷幸喜、こうしてくるか、みたいな感じでしたもんね。なんか、個人的には。結構衝撃でしたね、やっぱり。へえー、みたいな終わり方でしたけど。もう毛利元就なんかの時には登場人物またみんな出てきてワイワイやってくるっそていう、う、やってまそした。ういやっうてましエンディングだったんです。た。そうですね。奥さん3人全員出てきたみたいな、そう、なんか、やってました。確かに。時代が違うといえば時代が違います。うん。失礼しました。で、で、はい。その、政村に関して、このね、伊賀氏の変とか言うんですけど、その政村を執権にしようとしたっていうのも、これ実は、政子によるでっち上げなんじゃないか説もあるんです。その、伊賀氏がうざいと、要は。だから、伊賀氏が今後、政子とかが亡くなった後に、その、泰時に対して悪影響を及ぼすんじゃないかってことで、その事件をでっち上げて、伊賀氏だけをこう、潰すためにやったんじゃないかみたいな説はあるんで、まあ、そうなると、例えばその、三浦義村だとか、北条政村を罪に問わないっていうのは、まあ、なるほどなっていう。だから、ちょっとここは、実は、研究者によってちょっと意見がいろいろあるところなんで、まあ一応その政村は罪に問われず、まあ逆にこの罪に問われなくて、北条一門の中で一応その存在感があったことによって、まあ結局ね、その時宗からすると、まあ頼りになる大叔父みたいなのがいたことになりますからね。まあ時宗だと伊藤四郎さんがやってましたけど、はい。いい感じのキャラでしたよね。さて、では、いよいよ時折から時宗への権力の移譲、ここへと話を移していきましょう。パート2にやりましょう。